あれ、スマホ変えた？ああ、前使っていたのが壊れてしまったからな。いいな、私もそろそろ変えたいよ。どうせならと思って、最新モデルにしちゃったぜ。もちろん 5G 対応だ。でもいいの？そのうち 6G なんてのが出てきて、後悔するんじゃない？今のところ 6G の登場は2030年頃って言われてるから、しばらくは 5G で問題ないと思うぞ。あ、そうなの？ところでさ、5G とか 6G って言ってるけど、この数字って何を意味しているの？それじゃあ、光ビームを曲げることで 6G が実現できるようになるかも、について説明しよう。情報通信技術の革新がもたらす社会の大きな変化が見えてくるぞ。 6G になれば何かすごいことが起きるの？ 5G とか 6G の G は、ジェネレーションの G だ。つまり、第5世代、第6世代ってことだな。何の世代なの？移動通信システムだ。現在の最新が 5G、つまり第5世代の移動通信システムってことだ。じゃあ、次に来るのが第6世代の 6G なんだ。スマホに関係する国際的な業界団体の一つである GSM アソシエーションによると、 6G は2030年に普及が始まり、第5世代と比べて数千倍の通信速度が期待されているぜ。数千倍って、すごい数字だね。ただ、6G の実用化には一つ大きな課題がある。 6G はこれまでの世代とは違って、サブテラヘルツ帯やテラヘルツ帯と呼ばれる可視光に近い高周波で運用される見込みなんだけど、物理的な物体によってブロックされやすいんだ。じゃあ、間に障害物があるとうまく使えなくなるってこと？そんなのビルの多い街中とかじゃ使えないじゃん。大丈夫、この課題に取り組んでいた研究者が2024年3月に、高周波の電波を障害物の周りで効果的に曲げることができることを実験により示したんだ。この研究の参加者の一人で、ライス大学の電気コンピューター工学教授である、エドワード・ナイトリー氏はこの成果について、 6G を実現するための重要なマイルストーンですと述べている。でも、通信に使われる電波って光みたいなものでしょ？光なんて直進しかしないと思っていたけど、曲がることができるんだね。確かに光は直進性が強いから、ブラックホールが及ぼすような巨大な重力によって空間が歪まない限り、一般には直線的に進むけれども、研究者たちは2007年時点の研究で、光が空間を移動する際に片側に曲がったりすることを発見したんだ。実は、ブラックホールの力を借りずに光を曲げること自体は新しい研究ではない。へ？意外だけどそうなんだ。今回の研究で重要なのは、6G ネットワークを現実のものにする可能性があるということだ。6G の実現に一歩近づいた研究成果だったんだね。ただこの研究の成果だと、電波の受信機と送信機が近い範囲内にあることが必要だ。ブラウン大学工学部のダニエル・ミトルマン教授は、誰もが私たちに尋ねる重要な質問は、どの程度電波をカーブさせることができ、受信機と送信機は、どの程度離れていることができるのかということです。だという。そうだよね、実用化するためには気になるところじゃないかな。ところが、今のところその答えは、大まかな試算はしていますが、まだ定量化していません。ということらしい。はっきりとはわからないって感じなのかな？まあ、いずれにせよ今回の研究により、 6G の実現に一歩近づいたことは間違いないぜ。技術的には 6G が実現されるのも、そんなに遠い未来じゃなさそうだね。そうすると、移動通信システムは 5G から 6G へ、そしていつかは、さらに 7G へとなっていくんでしょ？そうしたら世界はどうなるのかな？私たちの生活もどう変わるんだろう？基本的に、移動通信システムの世代が新しくなると、それまでに比べて、高速で大容量のデータ処理が可能となる。これからのことを考えるために、まずは 1G から 5G までの変化で、世界はどう変わったのかを振り返ってみてみようぜ。そうだね。まずは、1G から 2G までがどんな感じだったのかだ。記念すべき第一世代の移動通信システムだね。時代は1979年にまで遡る。今の NTT の前身である日本電信電話公社が、1979年に民間用自動車電話サービスを開始したことが始まりだ。当初の電話装置は約 7kg もあったぞ。1リットルのペットボトル7本分か。ちょっと簡単には携帯できない重さだね。だから、初めは自動車に設置して利用されていた。やがてそれがショルダーバッグのように肩掛けできる、ショルダーホンへと進化したんだ。持ち運べるサイズになったのはすごいことだったのかもしれないけど、まだまだ大荷物だよ。次の 2G はデジタル方式で、携帯電話でのメールやインターネットの利用が可能になった。装置も小型化して、携帯電話が本格利用が開始されるようになったのもこの頃からだ。
いよいよ携帯する電話の始まりか。2001年頃から 3G が登場するが、3G では通信が高速大容量化し、サービスが増加した。またカメラ付き携帯電話や、本格的なマルチメディアも生まれたぜ。折りたたみとか、いろいろなタイプの携帯電話が登場したのはこの頃かな。そして、4G ではスマートフォンが普及し、通信のさらなる高速化、大容量化が進む。LTE と呼ばれる高速化技術が生まれ、大容量の動画もスムーズに視聴できるようになった。そして、記念碑的な出来事は、なんといっても2007年に、Apple が iPhone を発表したことだな。iPhone のおかげで、スマホのあり方が決まっちゃったようなものだもんね。そして、現在は 5G の世界だ。日本国内で 5G が一般的に利用できるようになったのは、2020年3月からになる。5G には、高速大容量、高信頼低遅延通信、多数同時接続という特徴があり、通信の遅延が改善して、自動運転や遠隔医療にも活用されている。でも、実は 5G の人って、周りにあんまり見たことないんだよね。ちょっと前のデータだけど、2022年9月時点の 5G 契約者数は全体の 28% となっていた。もちろん今は、それよりも増えているんだろうけどな。5G が広がるのもまだまだこれからって感じなのかな。じゃあ、その先の 6G や 7G の世界は一体どうなるんだろう？さっきも触れたけど、6G では2030年頃のサービス提供開始を目指して開発が進められている。高速大容量、低遅延、多数同時接続といった 5G の性能がさらに改善されるし。空、海、宇宙への通信エリア拡大、超低消費電力、低コストの通信実現。産業向け用途における超高信頼通信など、新しい技術も期待されるんだ。宇宙にまで通信エリアが拡大するんだ。この 6G の世界になると、SF 映画のような世界を体験できる可能性もある。例えばどんなこと？現実と仮想空間が高度に融合した世界や、いろいろなサービスの無人化も考えられるな。なんか、すごそう。例えば、離れた場所にいる家族や友人と映像を送り合うことで、相手が目の前にいるような感覚が体験できたり、イベントやライブを遠隔で行ったり、実際の職場環境と遜色のないテレワーク環境や、オンライン会議が行えるようになるとされている。もしかすると、ロボットや 3D ホログラムをアバターとして利用して、学校に出席したり、通勤するなんていう未来が来ているかもね。とにかく 6G になることで、5G によって当たり前となった高速通信が、さらにいろいろな場所でできるようになるんだ。国内や国外といった場所を問わず、リアルタイムの情報が手に入れられるようになるし、人々がその場の情報やデータをより早く、より遠くまで共有できるようになると考えられているぜ。この 6G では、超カバレッジ拡張と呼ばれる技術の実現が、到達目標として示されているんだ。何それ？詳しくは後で説明するけれど、カバレッジとは通信用の電波が及ぶ範囲のことで、5G までの移動通信システムがカバーしきれていない遠隔地域や、さらには宇宙にまでカバーする範囲を広げることを目標としている。このカバレッジが広がることで、今では考えられないような用途も、増えていくと考えられているぜ。今でも、時々圏外になることがあるからね。どこでも接続できるようになるのは嬉しいな。それに、超多接続も、6G における特徴の一つだ。1平方キロメートルあたりで同時に接続できる数は、4G では約10万台。5G で約100万台なんだけど、6G では約1000万台を目指している。本当に桁が違うね。これにより、アクセスが集中することによる伝送遅延の問題が解決し、リアルタイム監視によるセキュリティの強化とか、オンライン会議や需要も容易になるとされるぜ。オンライン需要で時々固まったりするの、ほんと嫌なんだよ。それは早く解消してほしいな。それに、この 6G 通信にかかる費用は低コスト化が目標とされているし、合わせて、超低消費電力も目標となっている。結構スマホの料金って痛いんだよね。利用する人の負担や、環境への負荷の軽減まで考えられているのは嬉しいな。また、今後の IoT の発展に備えるためにも、6G が必要であると言われているぜ。あらゆる製品の IoT 化が進んで高度化した場合、5G でさえ接続が難しくなる状況に陥る可能性があるからな。それに、スマホの充電のあり方も変わるかもしれない。充電のあり方って？これまでモバイル端末を充電するためにはコードをつなぐか、ワイヤレスといっても充電台に置く作業が発生していた。結構な頻度になると面倒なんだよね。6G では、自動ワイヤレス充電という技術によって、通信エリアに入ると、自動で充電されるという仕組みの実現も計画されている。それはありがたい技術だな。腕時計などのウェアラブル端末も、自動ワイヤレス充電によって毎日充電する手間がかからず、
外出先で電池切れになる心配も少なくなり、使い勝手が飛躍的に上がることが期待できるな。うっかり充電が切れていて、スマホでの支払いができなかった時の悔しさといったらないもの。5G でも高画質、大容量のデータを伝送することができるけど、6G ではさらにその精度が増すため、リアルタイムでの大容量通信は当たり前のものとなる。これにより、例えば複数の医療機関をつないでオンラインに遠隔手術を行ったり、遠方の地域からでも、名医による診察が受けられたりするようになることが期待できるぞ。6G によって、今以上に時間と距離を超えたつながりが可能になるんだ。じゃあ、6G よりさらに先の 7G の世界は、どんなすごいことになるの？ 7G の世界では、物理的な距離の問題が大幅に解決されると考えられている。例えば、ホログラムが超高画質になって本物と見分けがつかなくなり、目の前にいるかのように遠くの人とも会話ができるかもしれないぜ。本物と区別がつかないというのはすごいな。それに、ハプティクスと言われる、皮膚の感覚をフィードバックする技術があるんだけど、これが進化することで、遠隔操作するロボットが感じる感覚すらも、体験できるようにもなるかもしれない。なんか、現実と仮想空間との境が、どんどんと曖昧になっていきそう。他にも、惑星間通信を使って、火星のロボットを地球からコントロールして作業したり、一般人でも火星旅行を楽しめるようになったりと、7G の世界は、世界や宇宙との距離をぐっと近づけてくれることになる。すごい技術だね。まずは 6G の登場が2030年頃か、待ち遠しいな。この 6G により実現する社会として、日本の政府は3つのキーワードを掲げている。1つ目のキーワードは、誰もが活躍できる社会、だ。6G によって、地理的な障壁はもちろん、年齢などの違いも取り除かれることが期待されるぜ。例えば、僻地に住んでいる人でも、アバターやロボットを使用することで、地球上のどこにでもアクセスできるようになる。家から出ないで済むことが、ますます増えちゃうかもね。それに、体力の落ちたお年寄りでも、ウェアラブル端末を使うことで、サイバー空間で身体機能を拡張して、活動できるようにもなるとされる。年齢すらも関係なくなるかもしれないんだ。二つ目のキーワードは、持続的に成長する社会、だ。現実世界さながらのサイバー空間でシミュレーションすることで、実際に資源を使わずに、効率的な方法を探せるようになる。また、AI による高精度の需要予測と、リアルタイムのマッチングシステムで、例えば食品などの廃棄ゼロを目指すことも可能だ。持続可能性って、これからの地球にとって重要なことだもんね。ぜひ実現されるといいな。三つ目のキーワードは、安心して活動できる社会、だ。インフラとして通信網の安全、安定性が自律的に確保されることで、安心して活動できるようになる。例えば、セキュリティやプライバシーが AI によって自動的に確保されたり、電力消費量や供給方法が自動化されて、災害でも通信が途絶えないようにしたりする技術の進化も期待されるな。大きな地震や自然災害も予測されているもんね。何が起きても壊れないインフラって大切だよ。それにしても、6G や 7G か。新しい技術ができると、想像もできないサービスも生まれるんだよね。一体どんな世界になるのか、2030年が楽しみだよ。ちなみに、すでに 6G のロゴなんてものも決まっているんだぜ。え、ロゴなんてあるの？移動通信システムの規格を策定する国際的な標準化プロジェクトの 3GPP が発表したものだ。3GPP は、3G の規格策定などを目的に、複数の国や地域の標準化団体が、集まって立ち上げられた国際的なプロジェクトで、4G や 5G の標準化も、このプロジェクトが策定してきたぜ。専門家の集団って感じだね。それにしても、ロゴがあるなんて知らなかったよ。これってもしかして、5G にもあったの？ 3GPP は、LTE や 5G のロゴも発表しているぞ。気がつかなかったな。これは、メーカーやサービスプロバイダーが使用するもので、自社製品が 3GPP の使用に、準拠していることを示すために、製品や資料などで用いるものだとしている。私たちが普段使うものじゃないってことか。こうして 6G は、5G の特徴である高速大容量、低遅延、多数同時接続の、さらなる高度化をもたらしてくれるわけだけど、その実現のためには、新たな技術革新が期待されている。新たな技術革新？その一つが、さっきも触れた超過バレッジ拡張だ。超過バレッジ拡張とは、LTE や 5G など従来の移動通信システムではカバーできなかった。空や海、宇宙空間までをエリア化して、どこでも繋がる環境を構築することだ。これにより、ドローンや空飛ぶ車、船舶、宇宙ステーションなどにも、通信サービスを提供することを目指しているぜ。ほんと、世界の全てが繋がるって感じだね。
この超カバレッジ拡張は、静止衛星や低軌道衛星、高高度疑似衛星のハップスの利用により実現される。みんな、人工衛星の仲間ってことでいいのかな？中でも今、注目が高まっているのがハップスだ。ハップスとは、携帯電話の基地局装置を搭載した無人飛行機を成層圏に飛行させ、広域のエリアに通信サービスを提供するシステムのことだ。成層圏って言うと、対流圏の上の層でしょ。地表から 10km を超えたあたりのことだっけ。対流圏と中間圏の間で、だいたい地表 10km から 50km の範囲だな。ハップスが注目される最大の理由は、そのカバーエリアの広さだ。ソフトバンクの子会社である、ハップスモバイルが開発したホーク30の場合、1機で直径 200km という大規模なサービスエリアを構築できる。直径 200km ってどれぐらいの広さだろう？この広さであれば、40機もあれば日本全体をカバーできる計算になるな。すごい、たった40機で、日本をカバーできるんだ。ハップスのおかげで、数千から数万局を必要とする地上基地局と比べて、効率的なエリア展開が可能となるし、地上基地局からでは届かない上空も、エリア化できるようになる。はぁ、そうなんだ。ハップスがこんなにすごい性能を発揮できるのは、成層圏というちょうどいい高度を飛行するからだ。基地局は、数十メートルあるいは数百メートルの高さに設置するだけでも、障害物の影響を受けにくくなり、カバーエリアが一気に広がるんだ。例えば、高度約100メートルを飛行する気球に基地局を取り付けた場合、半径 10km のエリアをカバーすることが可能だという。じゃあ、日本中で気球を飛ばせばいいんじゃない？そう思うかもしれないけど、気球は天候の影響を受けやすく、強風時には使用できないといった制約があるんだ。確かにそうだね。事故が起きて気球が落ちてきたりしたら嫌だな。これに対して、成層圏は雲よりも高度が高く、気流が安定しているから、ハップスなら年間を通して安定した飛行制御を行うことができるんだ。成層圏だとそういうメリットがあるんだ。じゃあ思い切って、もっと高いところを飛ばせば、もっといいことがあるんじゃないの？実際、それが静止衛星や低軌道衛星で。静止衛星なんかは、地上から約3万6千キロの上空を飛行している。成層圏よりもはるか上空だね。そうすると、今度は地表よりもちょっと遠くなりすぎるというのが問題になる。成層圏くらいの適度に地球に近い位置にあるからこそ、ハップスは静止衛星に比べて、低遅延かつ高品質な通信を提供することが可能なんだ。まさに成層圏がちょうどいい高さなんだ。6G 関連の技術としては、超カバレッジ拡張の他にも、衛星ブロードバンドも重要視されているぜ。こっちは、どんな技術なの？衛星ブロードバンドとは、人工衛星を利用してインターネット接続できるサービスだ。この衛星ブロードバンドを利用することで、地球上から圏外をなくすことができ、通信エリアが大幅に拡大できるとされているぜ。私のスマホ、街から離れるとすぐに圏外になっちゃうんだよね。そういうのがなくなるんだろうな。衛星通信自体は昔からある技術なんだけど、衛星を大量に打ち上げることで、より高速な通信を目指す企業が目立ってきた。あのスペース X 社なんかは、すでに1800機の衛星を打ち上げているみたいだぜ。1800機か。さすがイーロン・マスクさんはやることが違うね。こうして、地球上では将来的に、6G とか 7G が誕生することが予想されているけれど、一方で、月面では 4G 回線を引くことが予定されているようだ。月面に 4G 回線を引くって、どういうこと？ノキアって会社は知っているか？確か、フィンランドの会社だよね。携帯電話の時代には、いろいろな携帯を出してた覚えがあるけど、スマホになってからはあまり見なくなったな。そっちの路線からは撤退して、今は通信インフラの方に注力しているからな。そうだったんだ。そのノキアが NASA と共同で進める、世界初の月面移動通信ネットワークの実証が、2024年内にも行われる予定なんだ。NASA は2020年代の終わりまでに、月での持続可能な探査活動を確立することを目指している。2020年代の終わりって、結構すぐだよ。この実現のためには、信頼性の高い通信が必要になってくる。月面で潜在活動を行う宇宙飛行士や、月面を走行する探査車から、高画質の映像や、膨大なデータなどをリアルタイムに伝送するためだ。ふむふむ。そこで NASA は、地上で成熟した技術である 4G に着目し、宇宙で初となるネットワークの実証を行うための企業として、ノキアを選定したんだ。ノキアの方も、過酷な月面環境での実証で得られた技術や知見を、地球上の移動通信ネットワークの展開に利用できると見ている。ノキアにも技術上のメリットがあるんだね。月面でのネットワークの構築で最も難しいのは、月面の環境が地球上のどの極限環境とも、
比較にならないほど厳しい環境であるという点だ。何しろ月面はほぼ真空だから、表面温度の寒暖差は非常に激しい。昼間の温度は120度から130度ほどになる一方で、夜間はマイナス170度から180度ほどまで下がる。300度近い寒暖差か。機械にとってはかなり激しい負担となりそうだね。このため、開発を担当したノキアノベル研究所は、地球上で使用されている同社の既存のネットワーク機器に対し、低消費電力化、コンパクト化、宇宙環境への耐性の向上といった改良を施した、月面バージョンの機器を開発しているということだ。まさに宇宙専用の通信機器だね。この月面向けの機器は、打ち上げ時の激しい振動や月までの飛行に耐えられるのはもちろんのこと。月の極端な寒暖差に加え、地球上とは比較にならない高い放射線環境でも、問題なく動作するような設計が施されているそうだ。うん、それくらいのスペックじゃないと、宇宙じゃ役に立たなそうだもの。ノキアは、今回の実証実験で収集されるデータが、月でのミッションに最適化したネットワークや、デバイスの設計や構築に活用されることで、宇宙飛行士が月面でインターネットを利用できる環境を実現する上で、大きな役割を果たすとしている。ノキアが開発した 4G システムは、インテュイティブマシーンズ社の、IM2 ミッションの一部として、今年後半に月面に輸送され、通信機能を実証する予定だ。インテュイティブマシーンズ社って言えば、アメリカの航空宇宙企業だっけ？アメリカのテキサス州ヒューストンに本社を置く企業だぜ。2024年に実施された IM1 ミッションにより、民間企業の宇宙船として、世界初の月面着陸成功を成し遂げたことで有名だな。確か、オディシアス号って名前の着陸機だったよ。同社は、月への物資なんかの輸送を民間企業に有償で委ねる。NASA のサービス、CLPS に選定されていて、IM-1 ミッションでは、NASA が月面で使用する6つの科学調査機器など、合計12個を輸送した。すでに月面輸送の実績のある企業なんだ。インテュイティブマシーンズ社が、2024年後半に実施する予定の IM-2 ミッションでは、月の南極にあるシャクルトンクレーターに近い、シャクルトンコネクティングリッジの周辺を着陸目標地点としていて、水の氷の存在を明らかにすることが期待されている。ミッションでは、着陸から10日間ほどかけて、探査車を用いて周辺のマッピングを行ったり、氷を探索したりすることになっているぞ。なんで氷の存在の調査なんかするの？もしシャクルトンクレーターで水の氷が発見されれば、将来の月面探査ミッションで、飲料水や生活用水として利用できる可能性がある。それに、水を酸素と水素に分解すれば、呼吸用やロケットの推進剤として利用できることから、月の南極に、恒久的な有人活動拠点が建設される可能性が高くなるとしているぜ。水の氷、の存在の有無が重要なんだ。今回の IM-2 ミッションで使用する、ノキアの月面用 4G システムは、2つの主要なコンポーネントからなるんだ。一つは基地局ユニットで、インテュイティブマシーンズ社の月着陸船である、ノバシー、に統合される。おやきみたいなものかな？もう一つは、アンテナを含む小型無線装置で、ノバシーが月面に輸送して展開する、二つの探査車である MAPP ローバーと、マイクロノバホッパーに搭載して、近距離と遠距離の両方でその実行可能性をテストするんだ。月面でノバシーと探査車は 4G で接続され、月の昼間に最大12日間動作する予定となっている。そこで 4G が活躍するんだ。このシステムにより、これまで宇宙通信で使用されてきた超短波システムと比べ、はるかに広い帯域幅を提供するとしている。探査車が撮影した映像や取得したデータは、ノバシーを経由して無線で地上に伝送される。これにより地上のミッション管制官は、ほぼリアルタイムに映像を見たり、データを分析したりできる。リアルタイムで月の情報が手に入るってすごいことだよ。また、ローバーが自律的に動作していない時に、地球から遠隔でローバーを制御するためにも、この通信が使われるという。ノキア傘下の、ベルラボソリューションズリサーチ社長のケイリー・クライン氏は、シェルターや食料、生命維持装置と同様に、通信も将来の月や火星のミッションには、欠かせない要素になるでしょう。宇宙で独自のネットワークを構築して、車輪の再発明をするのではなく、地球上で何十億台ものスマートフォンを繋いでいるのと同じ最先端技術を活用するのです。と、声明で述べているぜ。新しい技術を開発するよりも、すでに十分開発されている 4G 技術を宇宙に応用するってことか。確かに、それの方が現実的かもね。これにより、宇宙飛行士同士の通信が迅速になるだけでなく、月面の自立型ロボットシステムとの通信も可能になるとされている。将来的には、宇宙飛行士がスマホを宇宙に持って行って、月や火星などでも、地球上と同じように使用できるようになるかもしれないね。
それだけじゃなく、この成果は地球上の過酷な環境に展開されるネットワークの、さらなる改善にもつながるとされているぜ。地球の通信の役にも立つの？さっきも言ったけど、月面の環境は地球の南極などと比べてもはるかに厳しい極限的な環境だ。そのため、月面で機能するネットワークを構築できれば、地球上の最も過酷な環境でも機能するネットワークを構築できることになるだろうな。クライン氏は、最終的には月に常設の移動通信ネットワークを展開し、探査車、ロボット、人間の訪問者が、音声やビデオ、データなどを簡単に送受信できるようにしたい。月への進出は、遠く離れた宇宙の隅々をつなぐための第一歩だ。とも述べている。もし宇宙でも通信が可能だってことが分かれば、いつか火星に行けるようになった時にも、役に立つかもしれないし。それに、今回は 4G だとしても、いつか 5G にアップグレードされるかもしれないよね。そうしたら、もっと活用の幅が広がるんじゃないかな。課題もどんどんと解消されて、近い将来に 6G や 7G っていう新しい世代がやってくるのも確実だね。新しい世代の通信技術の進歩によって、物理的な距離の問題がなくなって、かなり革新的なことができるようになるんだろうな。ひょっとすると、社会のあり方だって変えることになるかもしれない。その可能性も十分にあるかもね。でも私は、どんな新しいゲームができるようになるかが楽しみだな。一方で 4G もまだまだ現役で、月の過酷な環境下で実証実験が行われるんだね。もしかすると、将来は月に遊びに行った友人に、スマホで連絡する、なんてこともできるようになるかもな。もしもし、今、月に来てるの、なんてね。